西の島は、日本の小笠原諸島にある無人の火山島、父島の西北西約 130km に位置する。有史以降、1973年5月から1974年5月、2013年11月から2015年11月、2017年4月から8月、2018年7月、2019年12月から2020年8月に、 かけて噴火が確認されており、特に2013年以降の活動によって新たに海面に顔を出した新島が従来の西の島と一体となり、大きく陸域面積を拡大した。これらの活動によって地表は安山岩及び玄武岩質安山岩の溶岩流、スコリア、火山灰に覆われている。2020年6月時点における面積は、 約4.1平方キロメートル最高標高は約200メートルで海底からの飛行は4000メートル程度。2011年に島全域がユネスコの世界自然遺産小笠原諸島に登録された。火山島として2020年現在も島の形を大きく変えるほど活発な活動が見られる。火山噴出物により海面近くの噴火口周辺に 新しい陸地が生じたり、溶岩流などが海岸に達して島が広がったりすることもある。1973年と2013年に金棒で噴火し、それぞれ陸地を形成した。いずれの噴火においても当初は沖合に新しい新井島が出現したが、後に西の島と一体化している。2013年の噴火においては1年以上にわたり、 非常に活発な噴火活動が見られていた。2016年5月頃から地殻変動観測で火口周辺の沈降と考えられる変動が見られており、6月には火山ガスの放出量の低下も確認されていたが、2017年4月20日より再び噴火活動が活発化。2020年時点で噴気や周辺海域の変色が続いている。 溶岩流の海への流入による陸域拡大と同時に波浪による侵食も受け面積は頻繁に変動している。英語でも西の島と表記するがロザリオアイランドとも呼ばれる。これは1702年にこの島を発見したスペインの帆船ロザリオ号による命名である。所在は東京都小笠原村父島あざ西の島。 2018年1月17日時点での火災級のステレオ写真写真情報が来た。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成西の島は東京の南約 1000km、七島の西約 130km の太平洋上に位置する。火山列島と同一の地形的高まりである島,島海に属しており、付近では 海底火山活動が活発である。西の島の本体は海底飛行4000メートル、直径30キロメートルの大火山体で山頂部がわずかに海面上に露出して西の島を形成している。2013年の噴火前までは西の島の東南海面下に急加工があったが2013年に急加工の西方海面下に出現した新たな加工から噴火したことで 旧河口は埋め立てられた。その後、この新河口群の内第七河口が火災級を形成し、西の島の最高地点となっている。2016年時点では、島の北方沖約1200メートル及び西方沖約400メートルまでは、水深5メートル未満の浅瀬である。浅瀬の先は、急峻な斜面となり、数千メートルの深海底に至る。西の島は、 海洋島であり、2008年時点では1973年の噴火後まだ時間が経過していなかったため植物賞は貧弱で、スベリヒユ、オヒシバ、イヌビエ、グンバイヒルガオ、ハマゴおよびツルナの6種しか確認されていなかった。これらの多くは種子の海流散布を行う植物である。動物では、赤オネタイやアウツラカツオドリ、オオアジサシ、オーストンウミツバメ、 カツオドリ、オナガミズナギドリ、セグロアジサシなどの12種類の鳥類の生息、そのうち9種類の繁殖が確認されていた。その他にはアリやクモ、カニの生息が確認されていた。1975年には新属新種の西の島ホウキガニが発見された。それ以前にはアホオドリも生息していたとされる。 周辺海域の海生哺乳類としては、小型のクジラ類は噴火の前後に確認されている。2008年8月1日に国指定西の島長住保護区に指定されている。島全域が特別保護地区である。島に人は居住しておらず、調査のための上陸時には種子を含む外来生物を持ち込まないため海に潜って体を洗い流すルールとなっている。 2013年11月以降の継続的な噴火活動で流れ出した溶岩により、1973年の噴火以降に形成された島の全域が覆われ、2015年時点で植物の存在が確認できない状況となった。その後は飛来する海鳥などによって種子が運ばれた植物や昆虫などが定着。海鳥の排泄物及び腐敗。 分解された死骸から氷土が再生しつつある。動物については2015年合同調査で1ヘクタールほどのわずかに残る旧島部分で青面カツオドリの繁殖が行われていることが確認された。環境省が2016年10月25日に発表した同月20日の上陸調査結果などによると、鳥類では青面カツオドが定着していると見られるほか、 カツオドリやワタリドリのアトリ、白石霊、昆虫は、トンボや、ハサミムシ、ガの幼虫、植物は、オヒシワやイノビエなど3種類が確認された。2019年9月3日から9月5日にかけての、環境省による上陸調査では、蝶類5種の繁殖と、接触動物33種、カニ2種、カイ類4種の生息が確認された。アオツラカツオドリは60倍以上おり、 尖閣列島を超える日本国内最大の集団となっている。なお、噴火後の西の島において、ワモンゴキブリが大量に発見されている。ワモンゴキブリは、噴火前に漁業者の船などから島に流入し、噴火後に生き残った個体が増加したものと考えられている。環境省は、島全体の生態系への影響を懸念しており、 ワモンゴキブリが繁殖した原因を分析するとともに、駆除するなどの対応を検討している。カツオドリの生息数は約1400羽と、噴火前とほぼ同水準に回復。オナガミズナギの成長は夜間だと400羽以上に達し、ヒナや卵も見つかった。噴火後の西の島は、人間の干渉を極力排して生態系が回復。 形成される過程を観察する場とされている。2019年9月上陸調査の参加者は、魚を捕食する海鳥と、海鳥の死骸や食べ残し、他の接触動物などを餌にできる動物が定着し、植物性の餌に依存していたとの様バッタや、王子はありが姿を消したと分析している。西の島は4000メートル級の山体を持つ海底火山の加工園が、 わずかに海面上に現れた部分にあたる。かつての西の島は、面積0.07平方キロメートル、南北650メートル、東西200メートルの細長い島だった。この海底火山は噴火の記録はなかったが、1973年に有史以来初めて噴火し、大量の溶岩流や火山噴出物が海面上まで堆積して、西の島付近に、 新しい陸地を形成した。この陸地は西の島新島と命名され、当時は新島ブームとマスコミに報道され、大きな話題となった。西の島の東南側の火山帯の加工は、1911年の測量では深さ107メートルあったが、この噴火により50メートル未満まで浅くなった。1年に及ぶ噴火が収束すると新島は、 南側からの波で強い浸食を受け、最初の数年は年間60から80メートルの速さで海岸が後退した。新井島は波で削られて失われ、河口や標高52メートルの丘も消失したが、削られた土砂が波で運ばれて湾内に堆積した。堆積の速さが浸食を上回ったため、浸食されながらも面積が増加した。1982年には、 湾の一部が海から切り離されて湖になり、1980年代を通して堆積を続け、1990年頃には湾港はなくなり完全に一体化。旧島北端を頂点とした釣り金のような四角形状の島になった。形状が安定すると面積は減少に転じ、1999年時点での新島部分の面積は0.25。 平方キロメートル最高標高は15.2メートルである。旧島部分を含めた西の島全体の面積は0.29平方キロメートル最高標高は25メートルであった。2003年時点で島の大きさは東西約760メートル南北約600メートルほどで安山岩を主体としていた。島の付近では数年おきに海水の変色や 蒸気の吹き上げが観測されていたが、2013年には旧加工の製法にできた加工が噴火し、40年ぶりに新しい陸地を形成した。1973年と2013年のどちらも、当初は西の島から海面を隔てた別の島であったが、溶岩の噴出や堆積が進んで西の島と一体化している。2013年の噴火は1973年の 噴火と比較して溶岩流出量が非常に多く、1973年の噴火による堆積で水深10メートル未満の浅瀬が広がっていたことにより、島の急激な成長につながった。一連の活動は2020年時点でなおも継続しており、陸地の規模は変化すると見られる。西の島から噴出しているマグマについて、伊豆諸島の島である三宅島、 八丈島、青ヶ島、鳥島などは玄武岩マグマを噴出するが、西の島では大陸近くに似た安山岩マグマを噴出しているため、大陸形成過程の謎を解明する手がかりになるのではと研究者が注目している。空中写真写真情報が西北。湾を挟んで上の部分が旧島、下の部分が1973年の噴火により形成された新島。 後に湾になっている部分が堆積作用により土砂で埋まり、2013年の噴火直前は大形状の海岸線になっていた。1973年5月30日、西の島の東南方600メートルで海底火山の噴火があり、9月11日に新しい島が出現した。12月21日には海上保安庁により西の島にい島と命名された。 この時点で、新島の大きさは、東西550メートル、南北200から400メートル、面積0.121平方キロメートル、標高52メートルに達していた。その後も河口の増加、噴石の体積やマグマの流出により新島は成長を続け、翌年には西の島と陸続きとなり、北側が開いた、この地形の地形の内側に湾を持つ島となった。 2013年12月8日時点の西の島。同12月24日時点の西の島。噴火による陸地は2週間余りで急激に成長していることがわかる。2014年7月4日時点の西の島。さらに大きくなり、比較的白い部分の旧島がわずかに見える。2015年3月1日時点の西の島。 2017年4月20日に再噴火が確認され、やがて2014年から2015年にかけての最盛期並みの規模に活発化した後、同年8月に沈静化した。休止した噴火が短期間で再噴火する例は珍しく、2013年からの一連の活動だと推測する専門家もいる。西の島の石2020年1月26日時点の西の島。 自然色の画像に熱赤外線データを重ね合わせている。西の島の形状変化を時系列順位に示す。左上にがついているものは新しい陸地部分の単体の数値。2014年6月3日、富士テレビの番組ミスターサンデーのクルーが父島の漁船をチャーターして噴火後初めて海上から西の島に向かった。島から約50メートルまで接近して、 火山活動の撮影に成功し、同月、同番組で放送した。富士テレビは、海上保安庁との事前の交渉がうまくいっていない、まま取材を強行したため、富士テレビの島接近当日、気象庁は、河口周辺警報から、河口周辺警報に引き上げ、島への接近を事実上禁止した。三席からなる合同調査団が西の島に接近し、2013年噴火以降、 初めての本格調査が行われた。調査の様子は NHK スペシャルで放送された。気象庁の加工周辺警報によって、島の周囲4トル以内には人が近づくことができないため、調査には無人のヘリコプターや潜水艇などが使用された。放送された内容は以下の通り。2015年11月以降、噴火や溶岩の流出は確認されず、 2016年8月17日に気象庁が警戒範囲を河口から半径 1.5km から 500m へ縮小したため上陸調査が可能となった。噴火後初の上陸調査は海洋研究開発機構の新青丸を使用して行われ、同年10月20日、東京大学地震研究所や森林総合研究所などの研究者グループが島に上陸した。 植物の種子を含む外部からの生物の持ち込みを極力防ぐため、環境省が2016年6月に策定した西の島の保全のための上陸ルールに従い、調査で使用する靴、衣類、バッグなどは新品を使用し、機材準備はクリーンルームで実施。上陸時は搭載艇で海岸から約30メートルまで接近した後、 荷物ごと海に入って付着物を洗い流し、泳いで上陸する、ウェットランディングを行う対策が取られた。上陸調査では、噴火の状況を調査するための岩石採取、地震計、空神経の設置、植生の調査、飛来する鳥類を把握するための音声録音装置の設置などを行った。海上保安庁と国土地理院は二0十六年十月二十二日から十一月十日に、 かけて、測量船、秋広と航空機、水なぎ2号により島への上陸と周辺海域の推進測定などを伴う調査を実施した。国土地理院は上陸により、旧島部分に一等三角点一箇所と新島部分に三等三角点を一箇所設置している。これらに基づき2017年6月30日、海上保安庁が海図を国土地理院が 地形図を更新するる予定である東京都行政部市長村川は2019年9月13日の東京都広報定官16,936号に新たな土地の発生の確認の告示を出した。東京都知事、小池百合子西の島に井戸水はない上に濃厚にも適さないため、遭難船の漂着者を除いて人が居住していた記録はない。 ただし、西の島では産出しない半神聖岩でできた、お面のようにも見える長さ23センチメートルの石が、東海大学の調査隊によって採取されている。ありがとうございます。